これだ、これぞ都市って感じだよ。ちょっと修行してみる。うん、ほほクロックリングだって。やべっくらいクロックめっちゃ飛んでる。これ飛んでる。これ見たら分かるやん、都市プロめっちゃ飛ぶんや。そうですね、意外と飛ぶんですよ。意外と意外とっていうか、もう普通に言ったら分かる。何飛びっすよ。これはエグい。めちゃ飛んだ。やばいっす。めっちゃ飛んだ。380は飛んでへんけど。あと20たら。320ぐらい。320ですね。あと60って何しだと思う。体重増しかないですね。体重増しなあかんのに、今もうどん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 痩せていってる。ダイエットしてる。スタイル重視だって思ってる。野菜ジュースばっか飲んでますから。そうだ。すいません。最終的に太るらしいね。らしいです、ね、らしいですね。前俺もトシプロか誰かからそれ聞いた。あ、本当ですね。うわ、もうめっちゃ飛んでるっすね。飛んでる。痩せてきてるのに飛んでる、ね、いや、やっぱハンドアクションです。ハンドアクション最近ためがった。310じゃあ90、90のさ、ガチで査定してる。はい、わかります。あ、本気ですか。今のは何度だ。あの、もらんで、もらんでいいか。あ、わかりました。本気で。リアル310っすよ。リアル。そう。でも、トシプロ300ぐらい超えますもん、ね、普通。ここの計測器で測ったら、とんでもない数字だった。軽く打っただけで。340でしたっけ。何倍やったっけ。328。軽く打ったやつ。満振りしたら行きますか。満振りしたら、うん、どれ行くんじゃん、リアル。でも満振りしたら、ここの計測器やったらとんでもない数字ですね。うわー、えぐっ。いや、310は超えたっすね。315ぐらいです。上がってきた、上がってきた。ただ380までの道のりは長い。長いっすね。あと60ぐらい。プロテイン毎回のな。TM いけるようになっちゃった。TM はマジで飛ぶっすか。曲がらんし飛ぶからもうやばいっす。ちょっとやってみようかな。え、一回やってみよう。いいですか。うん、じゃあ修行して。ちょっと修行しよう。修行。ガチでやってたら面白い。まあ、全然ちゃうねん。できてへん。私もまだ早かったですね、やっぱり。ちょっとあのエラーが消えないことでやっぱり早かったです。今多分マスターめっちゃ笑ったもんなって。できてへんやんっていう。できてますよ。できてますよ。ちょっとやりますよ。TM やりますね。見ててください。はい、
うおおちょっと待って、やばこれやばえ、やばっ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 あのレベルの TM の入れ方でもあんなと思うよ。やばいっすやばっやばっいや、TM やばいっしょ言うだって余裕でさんですよ。触れすぎてびっくりした。もうみんなその、そうこのフレーズ絶対出てきちゃいますよ、ね、絶対松さんもフージャンプラも言ってたやんか、はい、触れすぎてやばいって、はい、制御できないです最初ももう戸惑いますもんね。え、じゃもう一回やっていいですか。味しめて味しめて最後、最後おいいですよ、やってください。僕もやりたいな。はい自分ら二人一緒やけど、俺からしたらあれがやっぱあれやね、あの甘い、入れ方が甘いからやっぱり出るエラー、あの玉になっちゃう。あれがなくなると多分ずっと安定して、途中からもう永遠に曲がらへんって飛ぶようになるんだから。抜かされるか、300アジ300アジってドラゴンやんけど、ドラゴンで稼げますよね。その分野で45インチ。いやでもとっさえ言ってほしくないな。うわーえぐっ、やばい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 、うぐっそれやったらもうスター絶対あかんやん。でも変わらない、変わらないよ。バチで振りに来たのやっぱり、ね、振りに行った時のトシプロやっぱ飛ぶもん。そうですね。いや今の飛ぶ気持ちよらっとんじゃん今。味しめてます。錯覚しますよね。フジュンプロに認められたら。いや普通に、はい普通に、いつも通り、いつも通り。おお、これだ、これぞ年って感じだね。290、そうそうそう、常に安定しないのに曲がらずに飛ばしていくて、おしゃれ感なんですよね。ダントツおしゃれですね。おしゃれですね。でも TM やばいっしょ。 TM マジでやばいっしょ。やばいっしょ。味しめてもらったって一回言って、味しめてもらった感じめっちゃ飛んだので味しめた。リアル30飛んでたすごい行くな、これやばいっす。もうちょっと意識しただけで15ぐらい伸びてそうやった、ね、どうしましょう、普通に歌います。 TM 入れてもらって、あ、じゃあ最後1球シュガーしきます。そうだそうだよな。シュガー入らへんと思う、もう絶対。だからそれ甘いってね。そう、それぐらいそれぐらい、今のやって今のぐらい入れんねんけど、あ、そうかそうか、ちょやってみよう。やばいやばい、威張るぐらい入れないでしょ。これはやばいよ。なんか横で俺もやろうと思ってる、たとしって男がいるけど全然違う。あんま変わんないですよ。見ときよ。見ときます。ビビるか TM の成果。TM ドリルの凄さ皆さん見ましたか。これが神奥田が考えたところです。いやマジでやばいっすね、はい、マジでこの子にお金をかける価値はあります。ただ手打ちドリルやってない人はほんま無理になる、コストが無駄になっちゃう可能性も出てくるので、手打ちドリルを徹底してる人はお買い上げよろしくお願いいたします、はい、今僕土下座しますよ結構。結構深いっす、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければコメントの方と高評価の方必ずお願いいたします。 TM すげえな。いやそれ怒ったぞ TM。 最初めっちゃおもろかった。
全くできてない。どこ向いてんねんと思ったの。次、佐藤。Yes.